ありがとうよ。ありがとうよ。ようこそ。アロハ。
なあ。あ、ようこそ。Aloha. Thank you very much. Aloha. Thank you for stopping by. ようこそ。なあ。あ？頑張れ、怒り。好きです、ローラさん。その、お付き合いしてください。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 押しが強すぎるよ。何度も言いすぎだろう。ごめんなさい。でも気持ちはすごく嬉しいです。やっぱり碇さんみたいに好きな気持ちはちゃんと伝えなきゃダメですね。勇気をもらいました。ありがとう碇さん。はい、私もちゃんと自分に向き合わないと。そして言葉に出さなきゃ。ローラちゃん？ん？春日さん好きです。私公私混同しちゃいけないって言い聞かせて、なんとか自分の気持ちを抑えてきたんです。でも碇さんは真剣な思いを伝えてくれてるのに、こんな風に自分を抑え続けるのは不誠実なんじゃないかって。もしかしたらちゃんと自分の思いを好きな人に伝えることを碇さんも望んでるんじゃないかって、そう思って。全然望んでいないんだけど。ちょっと待ってよローラちゃん。なんで俺なんかを？私実は頭が良くて頑張り屋さんな男の人が好きなんです。だから資格学校の受付を始めたくらいでして、今までにも何人か生徒さんとそのいい関係になったりしてきたんです。ローラちゃんは精神で充血だと思っていたのに。次は誰にしよっかなって思ってた時に目に入ったのが春日さんでした。
春日さんはかっこいいし、生徒さんの中でも特に頭がいいし、頑張ってるので素敵だなって、ずっと目をつけていたんですよ。資格だったら僕の方が持ってるじゃないか。僕も頑張ってるよ。僕はダメなの？イカリさんはタイプじゃないので。あと社内恋愛はコンプライアンスとかハラスメントとかめんどくさいじゃないですか。春日さん好きです。その私じゃダメですか？いや、ダメっていうか、ローラちゃんは素敵だし、俺にはもったいないくらいの人だと思うけど。春日の裏切り者！あ、イカリ、ちょっと待って！春日さん、ローラちゃん、待って。気持ちは嬉しいけど、俺には好きな人が。大丈夫、私愛人検定一級の資格を持っていますので、本命さんと両立可能です。なんだそのライセンスは。大海原へレッツダイブ。はにゃー。さすが春日さん、なかなかのライセンスアップりでしたよ。ローラ検定3級をあげますね。そいつはどう思う？次は2級を目指して頑張ってください。じゃあこれからもよろしくお願いしますね。ふう、なんかすんごい子だったな。人は見かけによらないもんだな。春日！ん？わわわわ！イカリ！マジですまん！落ち着けってな！許すまじ！マシンが決定取っておいてよかったよ。